R-25 ブルカンは1950年代から1960年代初頭にユーゴスラビアで開発、製造された地対空ミサイルである。1950年代半ば、防空用として有効な地対空ミサイルの配備が急がれていた。サムシステムを輸入する術を持たなかった当時のユーゴスラビアは1958年から軍用技術研究所で、 R-25 ブルカンと呼ばれる国産のミサイル開発に着手した。この完全にオリジナルなユーゴスラビアの計画にあたり、ミサイル設計のため、技術者であるオブラッド・バクロビックが率いる専門家のチームが編成され、モスターの底航空機工場で試作品が製造された。2種類のミサイルが開発された。一方は7本の補助ロケットを備え、もう一方は4本を備えた。 さらに実験のサンプルとして、ロケット推進式の魚雷用に開発された液体燃料、ロケットエンジンも使用されたが、実用されるミサイルの量産計画では、水力が2倍の固体燃料、ロケットエンジンが使用される予定だった。発射装置とレーダーシステムとして、日本の観測ロケットであるカッパロケットがユーゴスラビアに輸入された。標的の探知と情報収集は、 ユーゴスラビア製 M61 フラスカゴラレーダーが、また誘導用にはアメリカ製の 3M-7 レーダーが使用された。運用には既存のできる限り理想的なレーダー装置が使用された。ミサイルの最終誘導時には先端に備えられ、独立して誘導を行う赤外線センサーに切り替えられた。r の先進的な誘導システムは発射後に自動となり、 使用者の追加入力はいらなかった。1962年11月にこのミサイルの最初の打ち上げに至ったが、液体燃料を用いる巡航用ロケットエンジンの問題が暴露された。1962年中のロケットの試験と並行し、ユーゴスラビアはソビエトから S-75dB がミサイルシステムを購入した。 これにより12機のミサイルが生産された後、1964年末に計画は破棄されると決定された。しかしながら、この計画では知識や経験が培われ、またその基礎的な材料は他に実行された計画へと取り込まれた。これは、ユーゴスラビア陸軍向けに生産された装備品の中に導入された。1機の R-25 ブルカンが、 ベオグラード航空博物館に保存されている。試験打ち上げ時の使用で、弾頭は計測器とテレメトリー装置に換装されている。ありがとうございます。